こんにちは、ドクターネッケスです。今回は限定クエストを行ってみましょう。ちょっとマイクが遠いな。はい、福を招け御帝十三体の節分前編。事故や災害で復興続きの精霊帝、この状況を打破すべく松本総隊長は厄払いのために行事を取り行うことを決意するということで、行きましょう。今回はイズルみたいですね。技属性のイズル、星4が手に入るみたいですね。調べたら僕はまだ持ってませんでしたね。共闘で手に入ったみたいなんですけど、珍しいな、いずれが。自然災害、知らないのか。地域で違うの？さっさと始めようぜ。まあ結果さっぱりわからないけどね。今回も抽選報酬ではなくドロップみたいですね。道中はサクサクと倒せるみたい。長いな。こっちか。外した。当たってない。こいつは月が入るかな。あ、これ大丈夫か。サンマか。イワシとヒイラギを飾って鬼を払う。合ってるよね、イワシだよねこれね。
さあどんどんいきましょう。ドラゴンクエストビルダーズの体系版をやってたら収録この録画遅くなって今 AM3 時54分で非常に眠いです。ふわ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 、次はあのネリエルと解放のリトラみたいですね。お前だ、久しぶりに見た。さっさと始めようぜ。さあ頑張って、ね、あー大丈夫か。そうか、あのあ共闘クエストだとこれ切れちゃいますからね。これ終わるまで いけるかな。もう一段階か。さあ充電器はどこにあったかな。ローディング時間中にサイフォン、いきなり切れられても本当困るよな。出てきてまだこのブレソルでは使えないしな。強力の星もまだ来てないですからね。よっ、充電器。録画中に切れたら大変だ。OK バイハードいきましょう。
2月に新章来るんですかね。解放のリトラとネリエルが来るってことは、そこまでの話が第7編で来るんじゃないのかなと思うんですけどね。そうか、岩さんもまだだよね。誰も詳しくねえのになんで説明やろうっつうんだよ。さっさと始めようぜ。ボスは白夜ですか。技の違う、技じゃない、体力維持台が足りなくなってるんですよね今ね。まあ、体力台だったら普通にクエスト回せって話なんだけど。お、星3キャラがドロップしましたね。いいねいいね、ついでにキラも落ちてくれるんだけどな。すげえだった。一応難易度には関係なく落ちるとは書いてありましたけどね。バス、まあ、まあですよね。コンペイトも高い、コンペイト高いですからね。すごい大使を引き連れてる。その目に強く刻むがよ。挽回千本桜影吉面白い。おい、歌詞を与えても戻ってくる。ちゃんと豆をまくって、豆何を言うとしたんだ。
に一応に聞けよ。はい、これは中編があるのかな、次は後編なのかな。後編ですね、次はね。はい、今回以上になります。福を招け五帝十三体の節分前編終わりました。明日は後編やっていきたいと思います。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。